バリサン TV。 バリサン TV。 しまった、予備知識なかった。何これ、大体で、大体でいいです。こうです、こうです、こう寿司握るみたいな感じ。そうそう、寿司日本だけど、ね、寿司はそうね。もう一回いきます。じゃあせーの、バリサン TV。 ちょっと違う、でも違う、こうですって。んこっちの小指からです、小指から真ん中ですもん、だってやってる、はい、あ、そうです、そうです、うん、これをこう合わせてみる。あ、お金お金ってすればいい。いや、ちょいちょいちょいさいな。すいません。はい、今日のゲストはですね、はい、元スネイルランプ、はい、そして現シンナーズのドラム、はい、石丸さんです。お願いします。よろしくお願いします。急遽来ました。ね、ちょっと なんで本当急遽だったじゃない。うん、そうよ、うん。あのね、うん、街でね、たまたますれ違ったの、ね、うん。そうみたいね。それ全然気づいてなかった。石丸さんチャリ乗ってたから、ね、で、あれ石丸さんだなと思って。うんうん、あれ石村さんっつって LINE して、うん、今は僕すれ違ったんですけど、うん、これこれこうでしたっつって、うん、ああそれ俺俺って言うから、うん、その流れで、あ、呼ぼうと思って、うん、よかったね、すれ違って。そういや石村さん出てくんないかなと思って連絡したら、うん、あ、いいよって言うから、うん、ほら水一本で来てくる。え、ちなみにバリサン TV のことは知ってるんですか？あ、よかった。すごー、よかったよかった。高見さんも来てたよね。あ、そうです、そうです、高見さんも来ましたし、うん、そうそうそう、見てる、そう、いろんな方来てくれて、うん、でせっかくだから、うん、ね、はい、ありがとうございます。もいや、ちょっとスネイルランプの話でも聞いて、90年代といえば、うん、石丸さんスネイルランプですもん、はい、うんうん、まあドラムだけどね、曲も作ってないし。やっぱりスネイルランプですね。スネイル、スネイル、スネイル、はてな、はいの、スラムダンプみたいな。いや、惜しい。スラムダンプ、ダンプよくわかんない。じゃあ変な話、うん、それどういう行きさせてスネイルランプって始まってるんですか、うんうん、確かに。最初俺オリジナルじゃないのよ。あ、違うんですね。うん、最初はあの拓郎くんっていて、はい、で、あれいつだっけな、ね、95年の春に始まったのかな、うんうん、スタートしたの。そうそうそう。で、その拓郎くんが辞めるってなった時に、はいはいはい、あの共通 あのゴロちゃんって友達がいて、あのロリッタでギター弾いてたりしてた男の人いるんだけど、ゴロちゃんに俺その時バンドがいまいちうまく回ってなくて、うん、でなんかいいバンドないですかねっつって、でスネイル入っちゃいなよって言われて、いやそのジャニーさんみたいなのに入っちゃいなよ。そこでもまだそこの時はスネイルランパスそんなにあのバッて行く前です。まだライブ始めたぐらい、始めたぐらいで、はい、であの一回対バンもしてるの。もともといたバンドの、うん、そう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 、うん、で対バンしてホーンと思ってて、で入っちゃう。その時はね、あ、こういうバンドがいるんだ、うん、そうなんだと思って、で竹村君の連絡先を教えてもらって、そこからずっと連絡しなかったの。これ、おお、何ですか。めんどくさかった。いや、めんどくさ。よくそれで入っていきますね。で、そうしたら竹村君がしびれを切らして、うちの留守電にメッセージを入れてて、竹村さんもその石丸さんの連絡先は知ってた、うん、あ、知らなくて、あ、で、一つ手に、そう、ゴロちゃんがあの、うん、連絡がないからっつって、うん、ちょっと連絡先教えて、うん、その時まで携帯とかない時代だから、あの家電のに入ってて、留守電が入ってて、俺確かね、小金井の公衆電話から電話したのかな。すっげえな、90年代だわ。石丸と言いますけれども、すいません、あの留守電聞いたんですけど、留守電外から聞けるじゃないですか。で、それで聞いてっつったら、あのまず第一声が、おめえ、うちに入りてんだろって言われて。すごい。さすが。悟空みたいにする。おめえ、入るんかみたいな。やりてんだろ。で、その時に、あ、はぁと思って。いや、はぁじゃないんですよ。自分から連絡先聞いてる。そうそうそう。で、それで、まあ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 つって、うん、で、スタジオ入るようになって、うん、で、それからやり始めたのかな。うん、あ、うん、じゃあ最初は、うん、本当知らない者同士だったってこと。一応ね、存在は知ってた。打ち上げ一緒になったりとか、あ、そうそう、あのその竹村君がスネイルランプにやる前のバンド、うん、あのバッドベーカリーズって悪いパン屋さんってバンドやってたんだけど。訳さなくていいですよ。でも結構いろんなバンドって略したらそんな感じするよね。そうだよね、うん、そうそう、だってグリーンデーだって緑の日だもんね。いや、そうですよね、うん、で4月ですもんね。それで、まあ、存在は知ってて、はいはい、で打ち上げも知ってて、その当時、うん、あの珍しく携帯持ってたからすごい強烈で覚えてて、うん、ああ、じゃあ早かったんですね、携帯とか持ってるのは。そう、そう、そう、で携帯も持ってる、ズボンが真っ黄色、うん、それこそ覚えやすい。で、ヒゲは山の山って書いてあるし、ここがそうそうそう、ね、ギザギザっと覚えてて、でスタジオ入ろうかっつってやるようになって、うん、ただその時俺誘われるがまんま全部のバンドやってたの、うん、はあ、うん、ドラムやりまんだ。
そうそうそう。あの、ベースピッチってケンケンが言ってるじゃん。それと一緒だ。一緒一緒。で、ケンケンのドラムバージョンってことですね。そうそうそう。ドラムピッチだから。ドラムピッチ。で、その時がスネイルで5個目。すごいな。5個目。それは、うん、もう、何が跳ね、どのバンドが跳ねてもいいようになのか、うん、単純にドラム叩くのが楽しいからいろんなところに入ってたんですか。両方かな。はあ、汚いですね。ありがとう。でも跳ねる可能性もあると思ってたんですか、じゃあ5バンド。そうですね、うん、まあでもそうですね、自分の中でいいな、うん、跳ねそうだなと思ってたからやってるところはありますもんね、うん、ちゃんとね。だし、あとはもうとにかく叩きたい。あ、まず、まずでもその若いからそれがありますもんね、うんうん、あれがだから22、23の頃だから、あ、もうあのもう後がないと思って、うん、あ、それぐらいでやっぱりそうなんですか。あの頃はそうだった、うん、25までに、うん、あの時の考えというか25までに7インチの EP1 枚出したらもうやめようと思ってた。それは25までに7インチ出せないぐらいだったらもうミュージシャンとして向いてないぞっていうこと。そう、芸人はあの頃30までに売れなかったらもう向いてないって言われてた、うんうんうん、その感じですよねきっとね、うん、あ、バンドマンはそうだったんですね。そうそうそう、なんとなくだけどそんな気持ちでいて、で23の時にそうなって、でただ、その時同時進行で5個やってたから、うん、もうまあまあメンバーはちょっと申し訳ないなと思って。他のバンドってことですか、うん、そうそうそう、他のバンドもそうだし、うん、そのスネイル自体に対してもしてるなと思って、まあ、じゃあとりあえずサポートだったらいいですよ、あ、はいはい、うん、まあ、ビッチだからね、うん、気楽にそのそうメンバーになると付き合うと付き合っちゃうと付き合っちゃって遊びに行けなくなっちゃう、束縛されちゃう、そうそう、サポートだと一夜限りで大丈夫だから何やってんの本当に。あかんかあかん。で、はい、それでサポートだったらやりますよって言ってから、うん、2010年に俺辞めたんだけど、はいはいはい、それまでの14年間、うん、一度もメンバーになってくれって言われたことないの。じゃあってことは、うん、ずっとサポートだった可能性はあるってことですか。そうだね。で、辞めますっていうのは石井丸さんから言ったんですか。うん、そう。辞めるって何っていう向こうからしてるからね。まず君入ってないじゃん。正社員じゃない可能性があったってことですか。そうそうそう、ずっとアルバイトみたいな感じ。はぁー、ってことは、まあ、15年ぐらいサポートがあったかもしれない、うん、そう。ただちゃんとメンバーとして事務所と契約させてもらってたけどね。あ、でもまあや一緒にやろうぜってことではない、まあ、ちゃんとはっきりしたことは付き合おうとは言われてない、ね、言われてない言われてない、なし崩し的に同棲してるみたいな。あまあでもそのパターンで結婚する人もいますからね。いや、いろいろ、はい、そうなんですね。そう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 、それが1995ぐらい、それが俺が入ったの96年の3月、うん、ファーストアルバム出たのどうですか。が96年の12月、もう入ってすぐ出たんですよね。そう、だからもう入って、3月に初めてライブやって、はいはい、で4月に拓村君 の、 あの初めての企画がシェルターでやって、はいはい、でその時がダックミサイル、うん、フルーティー、うん、スーパースティーピット、ルードボンズ、すげえメンツだな、最高。それでやって、はい、でそんでまあでは多分そんなに、まあ、お客さんいても20人とかだったんだけど、シェルターの時はソールドして、うん、でその時にあのファランクスの大塚さんが見に来て、で出さないっていう話になって、でもその8月にはレコーディングして、あ、じゃあトントン拍子。そうそうそう、それなんで20人から、うん、その自分たちの企画で急にソールドアウトになったんですか。なんでだろうね、メンツが良かったんじゃない、単純にこれからその伸びてくる頃、そうか、うん、みんながみんなちょっとずつこう出てきた時に一緒にやったっていうのが、うん、確かにその5バンドはすごいもん、まあ、確かにね、うん、でスーパースティピットがそのメーカーで出すような状態で、うん、デルドボングがファランクスから出してて、セールスも出てて、でフルーティーがいて、ダックミサイルがいて、だからそのメンツのバランスがすごい良かったんだと思う。ちょっとスカイ寄りの若い若手のスカーの勢いのある人たちがっていう感じですね、うん、ああそうなんだ。それで大塚さんに出そうよみたいな感じだった、うん、確かそうだったと思う。はあ、うん、もうびっくりだよね。それまでは普通にバイトしながら、うん、あのうちでもう飲み行こうかでもないからさ、うん、みんな家飲みばっかしてて、うん、でそしたら急にレコーディングもする、レコーディングするのも初めてだから、うん、緊張するんですかよ。あの時緊張したね。覚えなきゃいけないですもんね。そうか、まず覚えなきゃいけない。そう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 。だし、あのちゃんとしてマイク立ててエンジニアさんがいてっていうのが、めっちゃ言ってくんじゃんって思うから。めっちゃリズムちょっとずれてるよとか言ってくんじゃん。ね、その時はね、あの及川さんって人人気にいた、その時及川さんにやってもらって、及川さんはねその辺のコントロールすごい上手くて、じゃあこううまくこう、うん、
遠回しに言ってくれるじゃないけど、うん、こうなんかうまく伝えてくれる、うん、そうそう、あんまりこうバーンって叩いてくんないからそんな人いるの？いるいるんすか？いるの。え、叩くってこう、タクを？あ、タクは叩かないけど、本人も叩かないけど、もうあの言葉のバーン、あー、なんだよそれみたいな感じ、うん、言われたことあるんですか？いや、俺ね、幸い言われたことほとんどない。ほとんどってことはあることはあるんだよ、うん、で、ピザオールレディを出すと、うんうん、はぁ、あれめっちゃ僕初めて聞いた時に、うん、はいはいはい、めっちゃポップなバンド出てきたんだ、うん、そうだね、うん、基本的にあの全曲ポップでしたよね、なんか。そうね、だあのファーストは竹村くん節全開。ああ、うん、はいはい、なんかわかる、うん、で、1曲目のアーピザオブレディ、うん、ね、アーピザオールレディ、オールレディ、ピザ、あのピザオブですとくっついたね、今ね。そう難しい。そう、あの曲、うん、曲あるじゃないですか、うん、あの曲、うん、さあの頃こう、なんつうすか、いっぱい入ってるやつ、いろんなバンドが、うん、オムニバス、オムニバス、うん、全部スネイルそれじゃなかったですか？うん、でもね、全部バージョン違うから大丈夫です。違ったんですか？違ったみたいな。あ、そうなんだ。そう、俺がこうやって喋ってるけど、俺が作った曲だからあの時、だから竹村君が言ってたのは、はい、とにかくその曲を浸透させたい、はいはい、で、他の曲出すのがもったいない、うん、あ、まあ、アルバムとかで出したい、うん、そしたらでも、ただ同じ音源だと出す人はちょっと仲をするから大丈夫です、うん、これは違うバージョンですっていう、いろんなバージョンのやつを送って。知らなかった。うん、そう。それは何ですか、この、うん、ギターを押さえる指がちょっとずれてるとか。だとしたら間違いでしょちょっとこう、あんまり強く押さえてやめようとかいうバージョン、うん、そうだ、最初の卓六が叩いてるやつ、はい、ああ、そういうこと、入りが違ったり、ね、で、取った日が違ったり、うん、あ、そういうのがあるんだ、うん、でも本当、僕らには分からないバージョン、うん、ちょっとアレンジが違うとか、そんな。あ、はあはあ、うん、そのアルバム自体はどうだったんですか、出して。出して、正直、出す前は竹村君と話してたんですけど、うん、まあ売れて500枚じゃないって言って、まあ、その頃そんなに売れる頃じゃないし、ルードが6000枚売ったわすげえで、シャーベットが1万枚売ったわすげえって、もう次元の違う話だと思うんですよ。で、まあ、それでもし羽田として2000枚じゃないっていう話をしてて、確か出してちょっとして1万すごい、ちょうどもう何、流行りが来始めてた頃、ちょうどいい時に出したんだ。すげえいいタイミングで出した。すごいな。あ、じゃあもうそれこそ集客とかやるライブハウスの広さとかも変わってくる、うん、もう一気に変わった。はあ、うん、他のバンドもお客さん入るように、はいはいはい、そのイベント自体に人がすごいいっぱい来るようになったから、はい、うん、だから僕らが見に行ってた頃ですよ、ね、そうそうそう、今までシェルターでやってた人たちが、うんうん、なんか日清パワーステーションとかとかやり始めて、新宿のあったね、急にでかくなったなみたいな、うん、取れないのね、チケットも。そうだ、クワトロとか、うんうんうん、ああいうのでやり始めて、それでさらにチケット取れなくなってみたいな、うんうんうん、なんだよって思ってたもん、うん、だからやってる方も何にも変わんないんですよ、やってること自体は、うん、まあノリも変わんないし、ノリも変わんない、そんなに急に上手くなったわけでもない、やっといろいろやれるようにはなってきたけれどもっていうんだけど、なんか人増えてきたなっていう感じ。はあ、1万円目からすごいな、うん、本当についてたです。すごいですね。で、石丸さんが一番ついてましたよね。そう、そしたらそう、本当に別にメンバーでもないサポートもないその他の4バンドはもうないですか、もうその時点で。いや、他にやってた4番のは、そう、それはどうしたんですか。どうしたんですか。だから、みんな、まあ、竹村君顔広いから、はい、大体はもう知ってて、いろんなバン、うん、全部のバンドをなんとなく知り合いだったんです。で、その中にはあれ、スライムフィッシャー、スライムフィッシャーのがドラム探してる時に連絡して、松本さんのとこ連絡して、で、松本さんと一時期バンドやってたんです。ああ、そうなんですね。うん、そうそうそう、で、松本さんとかも知ってて、うん、で、まあ、どんどん忙しくなってくるわけじゃない。で、そうすると一つのバンドからもうお前そっち頑張れ、それは優しさな感じなんですか。うんと、それともなんかよくあるじゃないですか、もうそっちやってんのいいよみたいな感じなのか。それは優しさだと思いたい思いたい。で、松本さんからも、石丸君そっちやんなよ、あ、僕優しさで、うん、そっちはこっちでやるからさ、こっちでは俺らは頑張るから、うん、そっち勢いあるからそっち行った方がいいよ。そうそう、一つなくなり、二つなくなり、三つなくなり、そういう最終的にスネールだけは残った。はあ、うん、なるほど。じゃあ自然にこうスネールだけになったって感じですか。そうだね、自分から他のバンドを俺もうやれないわ、うん、とかいうのは言ってない、言ってないの、うん、それじゃあそれ言ってくれなかったらめっちゃ忙しかったですね。そうだね
しかもジャンルバラバラ。そう、あ、ジャンルバラバラだった。自然消滅はないですか、さすがに。あ、自然消滅。あれいつの間にか俺抜けてきたんで、あれライブやってるぞみたいな。そうそう、電話番号変わっててやだー、ブロックされてそうそうそう、なんかドラムが正式メンバーで急に入ってるとか、そういうのはなかった。それはなかった、なかった、うん、あら、でもじゃあいいやめ方っすね。確かに、もういい人に恵まれてたんだと思いますね。でもスタートからじゃあもう良かったですね、うん、スタートダッシュがバーンっていう感じだった、うんうん、すげえついてたなと思う。そうっすよね、なんか、うん、もういきなり売れたイメージはあるもんな、うん、スネイルランド。あ、はいはいはい、もうだから4月3月に入って、はい、もう1年経った時点で、はい、もうあの箱が、まあ、イベントでいろんなバンド出るけど、だったら1000とか2000入るようなとこでやるようになって、 あれっていう、なんか急にどうしたんだろうっていう、うんうん、そう。じゃああんまり下積みみたいなのもないってことなんですか。詰める時代はないですね。すげえな、恵まれてんな、うん、すげえうまくいったバンドだと。え、その後は出してるの、セカンドアルバムなんですか。いや、ね、その前にシングルを1枚、うん、あ、シングル出してる、うん、あの竹野内君がレーベルスクールバスレコーズって立ち上がって、はいはい、ステップバイステップだ、うん、そうそうそう、チェンジアップ、あ、チェンジアップとか言いましたねドミノもいた、ステップバイステップ、ペラーやつでしょ、うん、どうだっけ、俺ね、今日持ってきたの、マジで普通のケースだった気がするけど、いや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 、そのシート、そのシート、あ、それ持ってんだ、すげえ、すごい、うちないよ、これペラペラ、うん、あの、楽器の付録とかについてるよ、ね、そうそう、これそうですよね、うん、そうそう、これこれこれ、ステップバイステップ、スクールバス、そうだ、スクールバスレボー、そうだ、しかも四角い、そう、切るのめんどくさいから、これ何なんすかと思ってた、これ、うん、これ音鳴るの？鳴るよ。知らない。ペロペロですね、これ。ほら、うん。これがステップバイステップですよね。うん、そうそうそう、この時にレコーディングした葛西のスタジオで撮ったんだけど、テッサンってエンジニアの人がいるんだけど、その人が超怖い。あ、ちょっと分かりました。いや、それが、何も言われなかったです。あ、言われないけど怖い方なんですか。怖い方。で、話を聞くと、あ、まあ、ギターとか弾いてるじゃん。で、下打ちして話すんだって。え、やだ、怖いと思って。逆に OK の時はどういうふうにいくんですか。 OK って言われた。本当に OK かチーだけだったってこと、うん、でもめちゃめちゃいいアルバムできるんじゃないですか。いや、確かに。まあでもそうですね、はい、うん、勢い重視の人だったから。で、これの次はもうセカンドアルバムですか。うん、そう。あ、で、その時はあの一応そのマネジメントも一応ついてもらって、で、それどこで撮ったの？早稲田で撮ったのかな。へぇー、うん、早稲田のアバコスタジオ、はあはあ、あのブルーハーツが撮ったとこ。あ、そうなんですね。もともとは、賛美歌を撮るよ。あ、そんなとこあるの？うん、もう天井ものすごい高いし。それっぽい曲もじゃあ撮ったんですか？賛美歌な、うん、賛美歌っぽいやつ。でもなんか、そういうのに反映できそうじゃない？あ、そうね、いろいろ楽器があるよね。そうそうそう、確かに。セカンドのリード曲が「あのウーマン・ウィザ・ストーリー」で、 はい、はい、あれにあのストリングス入ってる。ああ、何か入ってたな。東京都交響楽団とか何かそういう人に来てもらって弾いてもらって、でその時にやっぱプロって違うなって思ったのが、まあこっち本ちゃんで撮って弾いてもらう、合わせる時にその弾いてる人が来て「あ、すいません、これハリウッドですよね」って言われて。俺それもう OK が出てるというのって知ってたから、はいはいはい、竹村さんカリウタって言われてると思って言われてるーって言われてるよって。まあ向こうはね、生粋のプロですからね。そうですね、そう、気になったんでしょうね、たちが。それでそのセカンドアルバムがあって、マインドエアステップ、そう、あ、出た、このマインドエアステップでヘイヘイヘイ出てるんですもんね、うん、そうですね。マインドエアステップって、うん、まあ もちろん僕も知ってますけど、あれってなんで爆発にヒットしたんですか。理由ってある。確かにあれはなんだろう。でもやっぱヘイヘイ出たのがでかいんだ。ヘイヘイの前からなんか俺は知ってた気がする。俺もちょうどあのヘイヘイ出る1週間前に発売だった。あ、はいはい、うん、だから僕らみたいにキッズがとりあえず、うん、あ、スネイルの新しいの出たぞ、お、なんかノリのいい曲だな、うんうん、で、まあ、みんなその90年代の少年たちがわーって聞いて、さらに、うん、みんな大好きダウンタウンさんの番組にスネイル出てるよみたいな、うんうん、そうだよね、その流れで世間に行ったってことですよね、きっと。だとだよね、このキッズ以外ね、うん、すげえな。それヘイヘイはどういう流れで来るんですか。あれは
あのその前にはファクトリーってフジテレビが夜中にやってる番組あったじゃないですか。やってましたね。ライブやってトーク番組する、うん、で確かファクトリーが、第二制作部だったかな、うん、で編兵も第二制作部なんですって、うん、で同じところで、うん、でうちらがじゃあキングから出しましょうって言った時に、うん、じゃあメーカーから出すから記念に出ときますぐらいの、うわすごい、じゃあもう本当に出れるけどどうするぐらいの、うんうん、で一応その他にもいたらしいんだけど、候補が、うん、でその候補で残ったら出ていいよぐらいの、へえ、あ、うん、じゃあ一応知らないところでオーディションみたいなのがあったってこと、うん、多分そうだと思う。でスネール、あスネールいいじゃんってなって、うん、出ないと出て、で確かね、あの俺そういうのすごい見てたから、どんぐらい売れてんだろうなって気になるから見てて、第一週の売り上げがあって、でヘイヘイ出た週の売り上げが確か倍になったのかな。うわやっぱすっげえんだな、まあ、みんな見てる時代ですもんね、ネットとかもそんなない、そうか、もうテレビからの情報が、うんうん、メインの時代ですもんね、うん、あの頃だってネットで見る動く絵ってフラッシュ動画ぐらいでしょ確かにあとじゃんけんポツコーそれ動画だっけ、それじゃんけんポツコー、それよくデパートの靴すげえ響いてるやつ、じゃんけんポツコー、動画じゃないけどね、やったー勝つぞ、やったー、そうか、うん、そうそうそう、じゃあもう石丸さん的には、うん、ダウンタウンさんの番組出るやつやったぜなのか、うんうん、なんかよくあったじゃん、あの頃やっぱテレビにそんな出ないかったじゃないですか、うん、そういう番組が、はいはいはい、あ、え、出るの大丈夫みたいな、うん、どっちだったんですか、それも半々かな、あ、まあ出るの自体は大丈夫かなと思う部分もあったけど、うん、まあでもね、人生1回しかないし、で、あの番組出れる機会なんかまずないと思うんですよ、まあ、すごい番組ですからね、だから1回でもいいから出ときゃいいか、あ、まあ確かに、で、他のバンドからね、やん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 ありそうですけどね、確かになんかその、なんで出てるのみたいな、うん、アンダーグラウンドっしょみたいな時代じゃないですかそういう時代だったからね、そこはね、いやでも確かにあったね、あの頃やっぱあるんですね、うん、でもまあ出れるっていうのはすごいすごいすごい、うん、それで結果がまた出て、うん、でまた次も呼んでもらえて、BMW でも出てました、出てた出てた、ね、あ、何回出てるんですか、何回結構出てたんですか、確か3回、すごいな、出させてもらった、でも結局トークも跳ねないと呼ばれないじゃないですか、うん、1回目のトークがじゃあちょっと跳ねたってことですよね、うん、ちゃんと、そうだ ね、 ね、いやでもあのダウンタウンさん の、 あの話の持ってく方本当にうまいなと思ってやっぱ尊敬というか、すごい、すごいなと思いました、だってうちら楽屋にも挨拶も行ってないし、でプロフィールチラッと多分紙ペラって見ただけで、まあ、まあそうでしょうね、で、まあ、出て喋るじゃない、はい、で多分それでキャラクターを全部ちゃんと把握して、もう一瞬でってことですね、うん、そうそうそう、この子が喋れてこの子は静かだから、うん、途中で振って何も喋れないところに突っ込もうとか、うん、っていうのをその場でやってるってことですか、そうそうそう、でそれを、うん、あの改めて、まあ、YouTube とかでありがたいこと上がってるから見てるんだけど、最終的に俺がオチになってどういう立ち位置だったんですか、俺は多分特にボソボソ喋る人みたいな聞こえへんみたいな感じなんですか、うん、なるほど、でそれで見てたら話の持っていく方があって、まあ、最初はその当て振りしてますってふざけて入ってて、でそこのからの話で俺が結局何を言っても落ちるようにしてからパスをくれた、ああ、はいはいはい、もうそれがイエスノーで OK、 石丸さんははい、うん、いいえでも大丈夫な、どっちでも大丈夫な感じにしてから投げてくれて、天才だ、うん、まっと思ってなんで喋りの方気になるんだか分かんないんだけど、いやでもそんなのそう思いますよね、うんうん、いやすげえな、そう改めてもう見るとすごい持ってく方うまいと思って、自分が出た番組見るんですね、ちゃんとね、見る見る、エゴサとかすごいじゃんしかも YouTube で今見てるってすごいですよねそうあの時どうだったかな俺生活環境めちゃめちゃ変わったんじゃないですか、じゃあ、いやでもそこまで俺一回石丸さんち遊び行きましたよね、うん、昔、あ、どんな家だった、いやでかかったよ、でかかった、あれ畑が住んでるのか、うん、かな、うん、普通に地名とか言ってるけど、そう 3LDK ぐらいでかかったよ、長かったですよね、そうめっちゃ荷物あったけど、うん、そうだってあのそれまでは、うん、あのどこだ向こう側か遊園で、はいはいはい、あのシャワーだけ、うん、の家賃4万のとこ住んでたんですよ、でまあちょっとあどっかでかいとこ住めんなと思って、うん、一回住んでみたかった、うん、まあまあそれは分かります、それをねいただいた自分たちが働いたお金ですからね、うんうんうん、それがそれだ、うん、そうそうそう、あそこはそうそうだ、うん、なんかゲームしましたよね、ゲームしてた一緒にでかい家で、そう、うち来てもらってゲームしてる、そう、ただただゲームしたの、そうそう、でじゃあねーっつって、そう、酒も飲まずね、そうそうそう
懐かしいな。すごい売れ方したってことですね、じゃあ。いやだからとんでもない売れてる時にはゲームしたりして遊ぶ。そういうことだね。そうだね、あの頃。そう。あとはあれでもね、江戸紫の2人とかも来てた。ああそうだ、ね、江戸紫ね。あのすごい相手してもらったから、あの人たち。どういうことですか。あの相手、あの一人だと寂しいからっつって、あの電話すると来てくれる。そうそう、ゲームしてくれる。江戸村2人で来るんですか。2人で仲良し。すごい。で、あのベルセルクのフィギュアを持って帰ったり靴も。ああそうそう、フィギュアがいっぱいあったのに、あああったあった。そう、無駄な金の使い方したね。もったいないね。あぶあぶ、なんか急にね、入ったお金ってそういうふうに使っちゃうんだなと。いや分かりますよ、僕もそうだったから。めっちゃ無駄だ。え、何使った。いや僕も高いところに住むっていうやつありましたよ、ね。本当に痛いよね。うん。タワーマン住みましたもん。うん、住んだ住んだ。やっぱそうなりますよね。うん、で、あれでしょ、2、3年経つとやっぱいいかなって。そう、なんか、うん、だってリビングにしかいないんだもん。そう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 。そうなの。そう。そうなの。他の家いらないじゃんと思って。うん、まあでも経験しなきゃ分かんないからね。いやそうですね。うん、いや楽しい話で、もう30分が経ってるんで。え、マジで。もう終わりです。あ、マジか。はい。まだ全然あるけど。いや、全然あるんですね。今はバンドは。いや、シンナーズ。シンナーズやってるってことですね。ちょうど6年ぐらいですかね。結構やってるんですよね。うん、結構やってる。ね。うん、そっちもでも、あの畑が違いすぎて震えてる。いろんなとこ顔出しちゃう。そう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 。ね、何でもやりたがるから。やりたがり。やりたがり。石原さんね、あのまた来てください。ちょっとその以降の話も、うん、まあそうですね、その以降の話、うん、もしあのこれで呼んでいただけるんだったら、うん、コメントとかで、はい、あのお金の話聞きたいやつもう何でも喋っちゃう、これ。なんで他の人のことも全部喋っちゃう。じゃあ一回質問投げかけますか。うん、うん、もっと全然お金とか来るよ。そうすると本当にね、良くないと思うよ。90年代のね、うん、見てる人は90年代のおじさんばっかりだから、うん、あもうね、ある程度のその流れでも分かってるからね。もうね、自分たちも大人だから、うん、あの大体金の計算するんですよ。金ね、あと揉め事ね。揉め事だよね。好きなんだから、うん、そうね、そういう質問来るから、うん、で次あの裏石丸で来てください。今表の優しい話をいっぱいしてくれた。よそ行きの話、ね。よそ行きでもないけどね。そうね、うん。まあね、あの打ち上げの話とかもいろいろ。ああ、そういうのもまた話に来てください。うんうん、ちなみに打ち上げはやっぱこう激しかったですか、あの時代。いや激しかったね。やっぱそうなんですね。うん、ピッチャーを飲んだりとか、まあ、そういう激しさもある。ぐわーっと。うん、で、メーカーで出す前か。あのクアトルでやった時に、ああ会場内に打ち上げ場所の地図貼ってあったから、ああ、うん、そうか、じゃあ知らない人はいっぱい来るってこと。ここでやります、みんなおいでみたいな感じで。でみんな行くんですか。行きました。ファンの人は来るってことですね。すごいなそれ。それでも自分たちで出すんですよね。そのお客さんがちゃんと出すんですよ。あ、お金はね、うん、あのそれは一人いくらっていう。ああ、そういうこと。メンバーもあのちゃんと一人いくらって出して、はい、入れるんですかその打ち上げ会場。あの時あの渋谷北の家族 Z ってあって、 あった、でかいとこ、めちゃめちゃ120人ぐらい入るのかな。そこパンパン。すげえな。お客さんも来ちゃってるんですね。すごい、すごい。誰が関係者で誰が知らない人か分かんないじゃん。分かんない。伊勢もそれだったんじゃないの。いや、あの人は関係ない。ちゃんとちっちゃいのにね。ちっちゃいやつに潜り込んでるの。またちょっと来てください、ありがとうございました。ありがとうございます。フォトスネイルアップ、そしてシンナーズドラムの石丸さんでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。いいねもよろしくね。バイバイ。